僕はですね、ぴょこたんという名前で、漫画を描いたりしているものなんですけど、たった今ですね、任天堂の株主総会終わりましたよ。ここ、今ここで、今まさに株主総会が終わったところです。いやー、それにしてもね、まず第一印象ね。あのさ、岩田さんの激痩せってさ、生で見るとさ、マジでなんかやばそう。大丈夫なのかよ、岩田さん。ちょっとその、なんか、勢いがなくなってるんだよ。写真とかではある程度ごまかせたのかもしんないけど、やっぱり、間近で見てしまうとですね、心配になる。そして最近のこの、あまりにもアグレッシブな岩田さん、何か急いでるような、焦りを感じる、この、やばいんつうか、僕は岩田信者ですから、ちょっと痩せてるよ。痩せてるっていうかですね、言いたかないけど、おじさんだったのがおじいちゃんになっちゃったんです、急に。たったの2年の間で、おじさんがおじいさんになりました。どうすればいいんだよ。